鳥も今ずっともう1周目からチーバーに仕掛けられないでいますよね、もう一息ですね、そうしないとこのまま行っちゃいますね、最後まで。今服部君の後ろで、3台が、ね、なかなかの戦いをやってますね、はい、4番手以降ですね。これはマルティニだけはちょっとラフタイム早いんです。やったー、あーっと1コーナー、いやー、すごいクラッシュ。小川ですか。小川ですね、今、はい、後ろに乗り上げちゃったのが小川がスコットに乗り上げたんですね。そうですね、まあ、大丈夫でしょうか。マシンはバラバラ、一つはタイヤバリアを越えて、あれ小川君のマシンですね、越えちゃったのが。大丈夫でしょうか。小川、2番が小川、そしてスコットですかね。小川選手です。小川出てこないですね。いやー、すごいクラッシュがありました。小川選手のマシン、まずいな、これは。ドライバーはモノコック行っちゃってませんか。ドライバーは大丈夫でしょうか。いやちょっとまずい。いや実はあの第一戦でもね、試験のところでね、赤旗ですね。赤旗ですか。赤旗出ました、はい、あ赤旗です。レース中断、赤旗が出ました。赤旗が出ました。1コーナーで大クラッシュがありまして、ゲーム中断ということになります。さあ見てみましょう。前がスコット、その後ろに小川、横がマルティニ。小川が前に出て、あーここで盛り上げて、2台がスコットの後ろに追突した形ですね。そのまま大クラッシュです。いやひどいですね。いや小川選手と、ま、ね、あのマシンが持ち上がりましたからね、ほとんどの、あのスピード落ちてないですね、はい。救急車が入りました。小川選手が今運び出されます。いや結構怪我しちゃってるでしょうね、これ。スコットは今車から引っ張り出されましたね、はい、あスコットは歩いてました。スコットは歩いてました。自分で出てきました、はい、いやまだ日が出なくてよかったですね、 よかったですね。さあ1コーナーで小川とスコットが大クラッシュ。ちょっと小川選手が心配されます。今各マシンが動き始めまして、結局ですね27周を先頭の車がクリアしたところでレースが成立ということになるわけですね。従いまして木旗を出して、まあ、順位は変えないままなんですが、レースに残っておりました10台のマシンが今これチェッカーをここで受けたわけですね。これで三好さんレースが成立と。チェッカーを受けて端数切り上げ27周で、はい、レース成立ということになりますね、はい、結局あの残ってたマシンがコントロールラインの手前でみんな止めたわけです。ですからあと、まあ、何百メートルというところだったんですが、一応コントロールラインを通過させてこれでレース成立と、はい、そうですね、いうことになりますね。止めた位置がちょっと手前すぎたというか、はい、まあ、それの修正をするために数百メートル走らせたということですね、はい、木方で。さあ25周を終わったところで、まあ、1コーナーで大クラッシュがありました。一旦赤旗が出ましてマシンを全部コントロールラインの手前で止めまして、残っていたマシン順位を変えないままコントロールラインを通過いたしました。結局レースが成立という形になりまして、バイドラー、そしてチーバー、服部直樹とこういう順番ということになるんですね、はい、そうですね、はい、ということで今日のこの全日本 F3000 選手権シリーズの第4戦でありますが、こういったアクシデントがありまして、これでレースが成立という形になりましたが、さあ、先ほどのそうするとクラッシュ事故の模様ちょっとご覧いただきましょうか。これスリップに入って抜こうという瞬間、ここです。あ絡んだままこのままドーンとぶつかったわけで、前のあのスコットがやはりちょっとブレーキング、そうですね、スコットがブレーキングを始めるあたりで小川君がアウトにパッと出ようとしたんですね、はい、その時にノーズが引っかかってタイヤが引っかかったという、非常によくないぶつかり方ですよね。そうですね、宙を飛んじゃってますから減速してないわけですよね、はい、当たった時の速度とほとんど変わらない速度であそこの鉄柱に当たってるわけですね、はい、いやということで、まあ、今回の、まあ、すっきりしない終わり方なんですが、一応レース成立ということになりました、優勝が
オルカ・バイドラーです。